オットー・チリアクスオットー・チリアクスはドイツの海軍軍人。チューリンゲ州豪太近郊のノイディテンドルフに生まれる。1910年に海軍士官候補生としてドイツ帝国海軍に入隊。戦艦、ハノーファー乗り組み中の1913年に勝位に任艦。第一次世界大戦中は潜水艦教育を受けた後魚来帝。 T37 や U52 の見張り士官を務める。1916年3月に中尉に昇進。その後1918年には U96 艦長を務めるが、退尉の時に終戦を潜水艦で迎える。終戦後も海軍士官として過ごした。スペイン内戦時には、総交艦、アドミラルシェアを1936年9月から1938年10月までの、 間式、その後1939年1月から9月まで、巡洋戦艦、シャルンホルストを指揮した。第二次世界大戦開戦後は主に西部方面で指揮を取り、1941年6月から1942年5月まで戦艦隊を指揮した。その中で、1942年2月に、ゼルベルス作戦の指揮官として、作戦を指揮し、成功を収めた。 1943年2月に海軍大将に昇進。3月にはノルウェー方面の艦隊司令官となる。対戦末期の1945年4月25日、海軍総司令官カールデイニッツとの意見対立により更迭され、そのまま終戦を迎えた。リューベックで死去した。ありがとうございます。